してもしなくても制裁金を課せられるという評価を最高裁判所が示した。国は漁業者側と農業者側のいずれにも寄与した解決策を示せない。際限なく制裁金を支払わなければならない事態になっています。菅官房長官は午後の記者会見で、速やかに最高裁の事件関与というのは僕は共にですね、問題の解決に向け粘り強く関係しますの小中学校訪問は今日が終了し、これから春休みを迎えます。こうした中、今年度で閉校や休校になるところもあります。背景には少子化によって学校の統廃合が進んでいる現状があります。3月、別れと旅立ちの一日を取材しました。北海道広尾町の野塚小学校は113年の歴史がありました。今日の卒業式で全ての行事を終え、閉校となります。最後の卒業生となる6年生5人が別れの言葉を述べました。およそ700メートル先、七田を右方向です。気圧配置になっていまして、低気圧に近い北日本で雪を伴って強い風の吹いているところがあります。各地に出ていた暴風雪警報は全て解除されました。風のピークは越えつつありますが、東北北部から北海道南部にかけてはおよそ300メートル先、土田を右方向です。まだ今夜のうちは吹雪で見通しが悪くなる恐れがありますので、交通機関乱れに注意をしてください。また明日の明け方にかけて海は大しけとなりそうです。高波に警戒が必要です。まもなく右方向です。その先300メートルで
被害元を左方向です。になっているところがあります。明日の夕方までに降る雪の量はいずれも多いところで、北陸で50センチ、北海道と東北、それに関東の山沿いで40センチと予想されています。この時期の雪は湿った重い雪ですから、電線や樹木などへの着雪に注意が必要です。ただ、明日の後半になりますと冬型も緩んで、北日本の雪や風も次第に収まるでしょう。今日は久々に寒いなと感じましたけれども、はい、明日はどうでしょうか。明日も冷え込みそうです、はい、冬型の気圧配置は緩んでいくんですが、地上付近にはまだ冷たい空気が残るため、木曜日頃にかけて冷え込みが続きそうです。ただ金曜日以降、今週末はぐんぐんと気温が上がって春本番の陽気となりそうです。西日本と東日本、それに東北の南部では、次の土曜日日曜日、最高気温20度を超えるところも多くなりそうです、うん、今は足踏み状態の桜の開花もまた一気に進みそうですね。そうですね、週末の暖かさは来週前半にかけて右方向です。ですから一気に開花してまた満開へと向かっていきそうです。一方で雪の多い地域では雪解けが進みます。雪崩や屋根からの落雪、融雪による川の増水など注意をしてください。各地の天気と気温は10時50分過ぎからお伝えします。スポーツです。まずは選抜高校野球、大会4日目の第2試合に大会屈指の好投手、県立岐阜商業のエース高橋純平投手が登場しました。高橋投手は立ち上がり150キロをマークし、まもなく左方向です。しかし長野の松商学園は2回スクイズで1対1の同点に追いつきます。県立岐阜商業は左方向です。9番の坂下レオン選手が大会第4号のスリーランホームランを打って4対1で勝ち越しました。高橋投手は中盤以降変化球主体のピッチングで三振11個を奪って完投。県立岐阜商業が4対1で松商学園に勝ちました。第1試合は初出場の秋田の大曲工業が香川の英明高校に4対1で勝ち、甲子園初勝利を得ました。第3試合は滋賀の近江高校が福岡の旧三大九州高校に2対0で勝ちました。次はハリルホジッチ新監督が率いるサッカー日本代表の合宿です。2日目の今日、岡崎慎司選手と川島英二選手も合流して、メンバー全員が揃って本格的な練習を行いました。夕方から行われた練習で選手たちはボール回しをした後、ランニングやダッシュなどをしましたが、ハリルホジッチ監督は資料を手に選手たちの動きを細かくチェックしていました。練習は冒頭30分だけの公開となり、その後はおよそ1時間半にわたって守備の戦術を中心に練習したということです。岡崎選手は勝ちにこだわる姿勢がすごく徹底していて、今までより厳しいと思うが楽しみだと話していました。また本田圭佑選手は、考え方をできるだけ 100% 徹底したいような、完璧主義者のような人なのかなと、全身全霊かけてやりたいと思います。次はスキージャンプの笠井宣明選手です。世界のトップレベルで活躍を続ける42歳、シーズンを終えて帰国しました。笠井選手は今日5キロ以上いきなりです。スロベニアから帰国しました。こんなにすごい成績が出ると思っていなかったので、大満足の成績ですね。葛西選手は今シーズンワールドカップの最年長優勝記録を塗り替えると、表彰台に6回、種目別の総合6位に入りました。それでも42歳の葛西選手はさらに上を目指します。まあ2位や3位じゃどうかなっていう感じなんですけど、やっぱり優勝しないと自信の持てるトレーニングをして、また来シーズン最年長優勝
という記録を伸ばしていきたいと思います。最後は兄弟初のプロ野球選手となったロッテの田中英介投手です。今日卒業式に出席しました。式では山際寿一学長が式辞の中で、田中投手には従来のプロ野球選手にはない能力を発揮して活躍してもらいたいと激励の言葉を送りました。この後田中投手はグラウンドで取材を受け、今日からは野球だけの生活になります。一軍でできるだけたくさん投げるという今年の目標に集中し、チームに貢献できる野球選手になりたいですと決意を述べました。スポーツは以上です。ニュースを続けます。北京を訪れている自民党の谷垣幹事長と公明党の井上幹事長は、中国共産党で対外交流を担う中央対外連絡部の王和彦長と会談し、6年前を最後に中断している日中の与党交流協議を年内に再開させ、再開後初めての会談を中国の地方として開くことを表明しました。およそ10キロ先、渋滞があります。日中関係の状況にかかわらず、今後は基本的に中断しないことでも一致しました。さらに会談では歴史認識をめぐっても意見が交わされ、公明党の井上幹事長は戦後70年の総理大臣談話について、安倍総理大臣から国会で歴代の内閣の談話を継承するという答弁を得ていると説明しました。これに対し大田長は、日本の戦後70年の平和国家としての歩みはその通りだと思う、先の大戦で被害者だった中国人の感情というものをよく考えてもらいたいと思いました。大阪桐蔭中学高校が保護者から集めた教材費の余剰金を学校法人とは別の口座にプールし、この中から1億円以上が幹部職員らの飲食費などに充てられた疑いがあることが大阪府への取材で分かりました。大阪府によりますと、大阪桐蔭中学高校は10年以上前から生徒の保護者から年度当初に集めた教材費について、実際にかかった費用との差額で出た余剰金を保護者に返さず、校長名義の口座にプールしていたということです。これまでに1億円以上が幹部職員らの飲食費やブランド品の購入などに充てられていたということです。また少なくとも5年以上前から模擬試験の受験料も業者に支払う額に生徒1人当たり数百円を上乗せして集めてプールし、この中から合わせて1000万円以上が複数の幹部職員の個人口座に移されていたということです。大阪府は隠し口座に当たるとみて、学校への私学補助金を計画することを検討しています。政府は今日の閣議で、日本司法支援センターのノーテラスが行う無料の法律相談の対象を、ストーカーや夫婦間などの暴力、DV、ドメスティックバイオレンスの被害者などにも拡大する総合法律支援法の改正案を決定しました。法テラスは法律の